こんにちは、いわき歯科院長岩木正明です。皆さんは歯が欠けた、歯が抜けたというような経験をしたことがありますか？一度はあると思うんですよね。歯を抜くまでいかなくても、ちょっとぶつけて歯がちょっと欠けちゃったとかね、そういうことですね。私はインプラントという歯を抜けたところにもう一度歯が入るような治療を専門にしていますが、歯が抜けた状態を放置してしまうデメリットについてお話ししたいと思います。歯が抜けた状態で放置してしまうとどうなるのか、歯が足りない状態だとどんな危険性があるのかなどをお話ししたいと思いますので、最後までご覧いただければありがたいです。歯が足りない状態で過ごすデメリット、こういう状態ですね。1本抜けたって感じですね。奥歯が1本歯がなくなると咀嚼効率、噛む効率ですね、これを我々咀嚼効率と呼ぶんですけども、その効率が 50% になると言われています。食べ物がここに挟まってしまうんですね。で、噛み切れないのでもぐ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 してしまうっていうのが多いですね。で、歯というのはお隣の歯と支え合ってその位置を保ってますので、ここの歯がなくなって奥にも歯がなくて単独になっちゃうと、360度力がかかった時に支え合うものがないので、この歯が動きやすくなってしまいます。ですから歯が1本なくなってしまうと両脇の歯がグラグラしてきやすくなります。歯が足りない状態で過ごすデメリット、その2ですね。ここの歯が1本抜けちゃったとしますと、上にも歯がありますから、上の歯が噛んでるうちにですね、相手がいないのでだんだん上の歯がズン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 と伸びてきてしまいます。これカンナの歯の原理って言うんですけども、カンナの歯は大工さんがコンコンコンと振動を与えると歯がちょっと出てきますね。それと同じようで、噛むことの振動で上の歯がズンズンズンとここに入ってきちゃいますね。そうするとこの上の歯もグラグラしてきてダメージを受けやすくなりますから、一本歯を失うことによって相手の歯までダメージを負ってしまうことがあります。歯が足りない状態で過ごすデメリット、その3。人間はですね、うまくできていると言いますかね、人間の体というのは歯を1本なくすとこの隙間があると 50% 落ちるってさっき言いましたけども、食べにくいです。食べにくいのを何とかしようということで、この歯と歯が寄ってきちゃいます。寄る時にピタッと寄ってくれればまあまあいいんですけども、だんだん倒れて隙間を埋めようとしてきますから、かえって噛み合わせが変になってしまいます。でなおかつそうなってからだと、この真ん中にブリッジを入れようと思ってもかなり矯正治療をしないとまともな形の歯のブリッジを入れることができなくなります。ですから歯を抜いて長年放置していると上の歯は出てくるし、こういうふうに歯は倒れたりぐらついたりということで、歯を1本失うことが流れていくと総入れ歯になってしまうスタートになってしまいます。ですから歯を1本失ってしまうとちゃんと治療をしないといけないと思います。歯を1本失った場合の治療法としては、取り外しの入れ歯っていうのもありますし、ブリッジってこういうものですね。ブリッジって3本になってブリッジつながってますね。こういうふうにブリッジというのもありますし、もちろん私の得意なインプラントというのもあります。近年ですね、この前後の歯を削ってしまってブリッジにするんですけども、削ってしまうダメージを嫌がって歯を1本失った場合にそこだけインプラントにするという方が非常に増えています。おすすめする治療法の優先順位としては、インプラントが1番で、2番がブリッジ、3番が入れ歯ですけども、インプラントについて興味のある方は以前にもたくさん動画を出していますので、それを見て参考にしていただけると幸いです。また疑問を持った方はコメント欄に質問いただければお答えいたしますので、よろしくお願いします。では最後に簡単におさらいをします。歯が抜けた状態で放置してしまうデメリットは、まず第一に咀嚼効率が下がって歯がぐらついてしまうことがあります。第二に下の歯が抜けるとそれに相対する上の歯が飛び出してきてしまうこともありますので、これをカンナの歯の原理と言いますけども、自分の歯を1本なくなったせいで反対の歯まで失う歯目にならないように気をつけてくださいね。歯が抜けた状態で放置してしまうデメリット、その3は、歯が1本失うと両脇の歯は隙間を埋めようと寄ってきちゃいますね。寄って倒れて隙間を埋めようとします。これは正しく埋まったわけではなくて3本分噛み合わせが変になってしまいますので、こうならないように早めに処置をした方がいいと思います。このチャンネルでは歯に関する動画を配信しています。いわき歯科院ではインプラントを得意にしていますので、
興味のある方は無料カウンセリングにいらしてください。この動画がためになった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いわき歯科医院長岩木正明でした。